はい、こんにちは、スーです。村子さんがつぶやきまして、8月20日金曜12時からのレアガチャは星を紡ぐ精霊滞在竜と鍵の勇者シリーズの一部モンスターが登場。はい、なんかね、来ました、新しいの。ちょっと見ていきたいと思います。明日金曜日から1週間開催のレアガチャに、滞在竜と鍵の勇者星を紡ぐ精霊、あれですね、メニットとか、アムリニアとかグレオンのやつと、花のやつロザリンとか、ラインナップはこのようになっております。あ、なるほど、グレオンとかユクスは出ないんですね。あ、ダリアもいないですね今回。メニット、アムリニア、フェルル、ハイビスカス、アジサイと、さらにハイレンスを、星6枠も出るやつと出ないやつがいるっぽいですね。はい、こんな感じです。で、なんとですね、この後村子さんも喋ってますが、本日この後メニットやハイビスカスの標本など一部モンスターの能力調整を行いますと。パワーアップがね、来てるんですよ。見ていきましょう。はい、こちら実装日は本日8月の19日中ですね。見ていきましょう。一部モンスターの能力を調整。まずはメニット。リーダースキルとスキルが変わってますね。まずリーダースキル。65% 軽減が 70% 軽減になってますね。回復の5個十字消しで 70% 軽減24倍。なるほど。3色以上同時攻撃2コンボ加算固定100万ダメージ、70% 軽減24倍か。あ、なるほどね。結構強くなりましたね。 65% 軽減だったやつが 70% 軽減に上がりました。耐久値的にはロザリンとかと同じ、実質 HP は 3.33 倍ぐらい。さらにスキルが、これ何が変わったんだ、操作時間と回復力が 1.5 倍。なるほど。そもそもベニット変更前、こちらですね、操作時間が2秒延長だったんだけど、こちらが2秒延長から 1.5 倍になって回復力の上昇もつきましたね。2ターンで、右端縦1列を回復ドロップに変化、3つと回復ドロップをロック、1ターンで2コンボ加算、操作時間と回復力が 1.5 倍。あ、なかなか強いんじゃないですか。まあ、ちょっとメニットはね、本当にね、いろいろね、弱かったですけど覚醒弱いな。 7C3 の LG 指3秒分覚醒弱いな。まあでもリーダースキルとスキルは結構強くなったんじゃないかな。 70% 軽減、うん、いいですね。これあれなのかな、変身前のやつには何も調整は入んないのか。じゃあ次に武器ですね。武器はスキルが変わっております。2ターンの間、なんだ、ダメージ吸収と属性吸収、あ、スキルターンが軽くなったんだ。23ターンだったやつがこちら20ターンに速くなりました。まあこれは嬉しいですね。メニット武器は強いからね。うん、まあ武器はって言ってもあれか、こっちもまあそれなりに強くはなったか。覚醒、これだけ重い変身キャラの覚醒とは思えないぐらい弱いな。なんだこの覚醒は。 7C7C10C、 これ 7C1 つ 10C に変えても誰も怒んないと思うわ。 7C7C10C にしても多分誰もね、文句言いませんよ。強すぎるとか誰も言わないと思います。武器はスキルターンが速くなったんで、まあ素直に嬉しい変化かなと思います。はい、武器はね強いです。はい、でアムリニア、アムリニアは、リーダースキルと覚醒が変更されてますね。お、すごい、覚醒スキル 10C2 個になってるわ。もともと 10C7C だったやつが 10C10C になりました。火力だいぶ高くなりましたね。さらにリーダースキル、攻撃と回復タイプの HP と回復力が2倍、攻撃力は5倍、5色同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が5倍、3コンボ加算。あ、待って、実質 HP 4倍じゃん。もともと 1.6 倍半減だったから実質 HP 3.2 倍だったんだけど、あ、素晴らしいですね。実質 HP 4倍までいきました。これはなかなか強いんじゃないでしょうか。うん、今だったらね、東堂とか使ってリダちゃんもできますし、なかなかいいんじゃない。5色同時に関してはまあ多色なんで仕方ないですけど、うん、HP2 倍半減に回復倍率も2倍あって、3コンボ加算って最大倍率25倍、結構強いんじゃないですか。自身の火力もね、盛りやすくなったし。まあただ本当にアムリニアすごい惜しいのは、変身前に副属性がないっていうね、ここですよね。そこは変わってないのか。変わってないですね。ダメなのかな、運営的に。変身前に副属性があったら強すぎるってなっちゃうのかな。全然あっていいと思うんだけどな。厳しいのかな。なんかね、神秘の次元とか行く場合はいいですけど、気候上の絶対者なんかに行く場合にやっぱり変身前に火がないってなると別枠で火属性を入れなきゃいけないから、すげえもったいないんだよな。まあ多分火属性あったら強すぎるんでしょうね、知らんけど。武器の方来ました。スキルの変更です。1ターン内で操作時間が2倍、6回以上、1ターン内でランダムルーレット1個生成。こちらはスキルターンが5から4に速くなってますね。なるほど。まあでもあんまり使わなさそうだよね、正直。この武器は悪くはないですけど、個人的には指2秒持ってるから結構好きです。はい、ということでアムリニアは以上かな。はい、まあでも結構ね、リーダースキル強いと思います。だいぶ強くなってますね。グレオンとユークスはそのうちいじられるんかな。次にフェルル見ていきましょう。リーダースキルとスキルが変わっております。まずリーダースキル、光属性の HP と回復力が2倍、攻撃力は20倍、
毒ダメージの無効化、光を6個以上つなげて消すとダメージを軽減3コンボ化3と。変更点は、コンボ加算が2から3に増えましたね。それだけですね。さらにスキルも変わっております。こちら、回復力3倍がつきましたね。スキルにエンハンス3倍と、横一で生成6個だったやつが回復力3倍もつきました。まあなかなか強いですね。まあただヘルルは本当にあれだね、覚醒がもったいないよね。この超追加攻撃2個マジでいらねえ。何に使うんだこの超追加攻撃は。本当にこの覚醒がなんか別の覚醒だったらもっとねなんか輝きそうなんだけど、スキル強いですね。まあリーダースキルは確かこれ軽減って 35% とかだよね、耐久値的には。まあでも実際そこまで使うかって言われるとどうなんだろうな。 HP2 倍の 35% 軽減っていうと実質 HP は 3.07 倍ぐらいなんですよ。まあ悪くはないか、3コンボ加算になったし、スキルもね強いですし、本当に覚醒だけ欲しいね。火力はまあ出るんだろうけど21億で止まるし、この超追加攻撃多分なくしてもね誰も怒んないと思います。はい、これなんとかしてほしいね。まあヘルル結構強くなりました。サブとしてもまあまあ優秀かな。で、次に武器の方来ました。スキル変更です。13ターン変わらず。何が変わったんでしょう。あーなるほど、ダメージ半減と、エンハンス3倍が2ターンだったやつが4ターン継続に倍になりましたね。ターン数が伸びました。変更点はそのぐらいかな。はい、ということでここまででサイレアの滞在流シリーズは終わりかな。鍵の勇者か。でさらに、ジビ星6枠ん星6枠だっけこいつ。まあいいや、嫉妬のやつですね。こちら超覚醒に3色同時攻撃がつきました。さらにスキル、2ターンの間ダメージ無効貫通だったやつが3ターンに伸びましたね。はい、スキルターンは18変わらずです。はい、スキル6すごいよねこいつ。火力どうなんだろう。火力的には 7C3 の、まあ3縮同時攻撃1個 2.5 倍か。はい、メゴラン来ました。メゴランは5色同時攻撃追加。あ、いいですね。5色同時は 4.5 倍、 4.5×5、 4.5×5 は 22.5、まあ、10C2 個にしてくれよっていう気持ちは若干ありますが、まあまあ多色で使う分にはいいんじゃないでしょうか。はい、スキルは14ターンから12ターンに早くなりまして、おバインド回復ついてますね。これ地味に嬉しいんじゃない。なんかさ、まあ、最近あんまり行かないけど裏腹の支配者とかであのオーガのバインド回復できなかったのとかちょっとねだるかったりしたけど、まあでも正直最近あんまりバインド回復使う場面ないな。裏腹のぐらいまでだったら結構ねバインド回復あったら嬉しいかな。はい、レゴラン強化されました。でマジこいつはマジ1回も使ったことない。まず覚醒スキル、スキル5だったやつがめちゃめちゃ圧縮されて、なんなら1個増えてスキル6になりました。さらに、50% 以下強化と無効貫通も追加されてますね。スキルは8ターンに短くなっております。もともと10ターンですね。8ターンで、2色陣。さらにハイビスカスの標本、スキルの変更か。クソどうでもいいなクソどうでもいいな。何が変わったんだ。操作時間、回復力、非属性の攻撃力が4倍。あ、操作時間援助がつきましたね。まあでも使わないな、あんまり。あんまり使わないかな。まあ一応なんだろう、神秘とか気候上の2階層で撃てるか。うん、まあ一応撃てるなぐらいか。はい、で次にアジサイですね。こちらもスキルの変更、18ターンが16ターンに短くなっております。内容的には変化はなしですかね。もろもろ全回復の、2ターンダメージ無効貫通、 HP も全回復してくれるんだね。はい、アジサイです。さらに、ベニテングタケのやつ、シュリー。スキル2ターンは変わらず、何が変わったんだ。1ターンの間、回復力が 1.5 倍が追加されましたね。これは結構でかい変更じゃないですか。まあ、ロザリンのパーティーで言うと、回復力上昇なんだろうな。まあ、悪魔縛りとかね、あの、裏神秘とかを気にしないんだったら、豪山税妙がめちゃめちゃ強いけど、シュリーこれ悪魔持ってるから、そうだね。裏神秘の次元に豪山税の代わりみたいな感じ入れてもいいですね。まあ、消せない回復はできないから、ちょっと役割が変わってきますが、ロザリンのね、パーティー、今日俺も裏神秘の動画上げたんだけど、回復生成がないのがね、ちょっと怖いんだよね。唯一の懸念点そこなんですよ。まあそういう意味では、シュリーはその弱点を補ってくれるから、まあおそらく 7C2 個の無効貫通でも十分ロザリンパーティーだったら完走すると思うから、火力的には十分だと思います。これはなかなかいい強化なんじゃないかな。はい、ということでシュリーでした。次にメアリス。メアリスはスキルが8ターンから7ターンに速くなっております。以上ですね。ダブル吸収無効の子です。はい。で、次にラフレシアのやつ。キラーいっぱい持ってるやつですね。スキルターンが6から4に速くなっております。2ターンスキル減少するけど、2ターンのダメージ無効貫通が4ターンで打てると。まあでも実際あんまり使わなさそうだよね。こいつ覚醒がちょっともったいないんだよな。
うん、これ変身キャラじゃなかったらね上限解放でよかったんだけど、まあ副属性まで乾燥しやすいと思えばまあって感じなのかな。はい、ということでジュラでした、ジュラでした。陽気比な、え、誰なんで陽気比なんで陽気比になんか調整入ってます。超覚醒に4縮攻撃強化が追加されました。さらに覚醒スキル4縮攻撃強化が2個増えてる。あー、なるほど、4縮攻撃強化が3つと 7C か。倍率的には85倍ぐらい出ますね。さらにスキルも7ターンから6ターンに速くなりまして、消せないドロップ全回復がつきましたね。謎だ。リーダースキルもなんか知らんけど 65% 軽減になってる。はい、ということで陽気比でした。なるほど、6ターンで消せない状態全回復、4食時火力もそこそこ出るという感じですね。はい、ドット陽気比キラー4は変わらず、なんだスキブと指がプラスになりましたね。スキルは、9ターンが8ターンに速くなっております。4食時の1ターン威嚇スキル。はい、で、織田信長こちらは10項目強化追加ですね。さらに、覚醒スキルになんだこれは何が変わったんだ、 10C 追加されてますね。10項目強化追加されてます。10C 2個持ちの悪魔キラー2個持ちですね。火力すごい。スキル5ターンでランダム闇ドロップ6個生成、消せないドロップ倍の状態を全回復。スキルターンが速くなってますね。もともとは7。リーダースキルの方も HP 2.5 倍のキャラになってます。はい、まあ使わないでしょう。ドット織田信長これラストか。ドットの織田さんはスキルブーストがプラスになっただけですね。まあ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 地味に嬉しいかな。はい、ということで以上が変更になるかな。で、さらに村子さんつぶやいておりまして、期間中パズドラにログインすると開催記念勇者と精霊の3連ガチャがゲットできますと。なるほど、このガチャの3連目は、こいつらのシリーズのガチャから排出されるモンスターから、星6以上確定で1体もらえます。なるほどね。はい、ちなみにラインナップはこんな感じですね。3連目の特別ラインナップ、さらに、8月20日12時から5属性のジョロや結晶などが登場する、勇者と精霊の友情ガチャや曜日闘技場をクリアするごとに、虹花の種、虹のかけらがゲットできますと。あ、そっちも取らせてくれるんですね。はい、こちら友情ガチャでゲットできるっぽい。嬉しいですね、ラインナップ。あ、マジそれしか出ない感じか。まあでもかけらがそうか、しょうもないもんな。でもこれ結構嬉しいんじゃないですか。いいですね。さらに曜日闘技場をクリアするごとに、虹花の種、虹のかけらをゲット。マジでこれ生まない。クリアごとにもらえるって、ん、虹種ももらえんの、クリアするごとに。めちゃくちゃぬるゲーになってんじゃん待って待って待って、めちゃくちゃうまいな。いいじゃないですか。曜日闘技場ね、ダンジョンによっては本当にメリットがないようなやつも多かったから、もうこれ普通に嬉しいですね。まあでも割ともう集めきっちゃったから、もう追加でそんなにいらないけどな。はい、ということで、情報は以上かな。あと、まあパズドラトランプがローソンで売られるよーっていうね。はい、はい、ということで情報的には以上ですかね。また明日ガチャ来たら、回した動画もねあげようかなと思っているので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。よかったらね高評価と、コメントの方もね残していってもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。では。